有効つばつけ土器は、縄文時代の土器形式の一つ。後円部に内壁を貫通する直径5ミリメートル程度の昇降が列状に数個から20個程度空き、胴体中央部につば状を高し体がある。一般的な深鉢型河原家と異なりる型や、壺型のものが多い。後部上面は平坦で、蓋をすることができたと考えられている。これらの特徴からつばつけ有効動器。 二つ来たる型土器などの故障も用いられていたが、竹藤洋六により、有効つばつけ土器の故障に統一された。胴体には、動物衣装分を、はじめ様々な装飾模様が施され、両肩部には、取っ手が設けられている。湿度数は極端に少なく、態度も精選されており、湿度状況も得意であり、公園部に、取っ手のついた釣り手土器と共に祭祀に関わる河原家で、 あると考えられている。証拠が開けられる理由については、河原家の使用目的と関係して諸説あるが、蕎麦城高支隊は、小生や使用の際に、自長のかかる胴体中央部の補強目的であると考えられている。現在の長野県から山梨県の中央高地において、縄文時代前期末期から中期終末にかけて、特徴的に見られ、中期に成功し、 関東地方を中心に分布する。縄文中期終末には消滅し、中高度期に変わる。縄文時代前期末期の処理組織機には、有効つばつけ瓦家の素形である、公園部に、昇降の空いた、浅釜型の有効器が出現する。昇降は、無文上下2条の付箋状に開けられており、つば部の原型になる膨らみも見られる。安定性は悪く、 地面にくぼみを設けて安置していたと考えられている。成立期には中間型が見られ、やがて直立公園や、つば状を高し体が完成し、昇降数も減り胴体情報の屈曲部に一定数、うがたれる。中期初頭には、橋状取っ手が設けられ、機種も樽型や壺型など、多様化し、大型化する。中期中央には胴体に、赤色顔料が施され、 制作技術の進歩から、商工や、つば城を高下へが形式化し始める。中央高地から北陸、関東をはじめ東日本各地に拡散する。西日本では、有効土器は見られるものの、有効つけ土器は、福井県と岐阜県での中期公用段階の出土例を、二種源に見られない。例外として、九州地方の長崎県長崎市、深堀町に所在する深堀海塚での中期、 紅葉段階の湿度例があり、これは態度が九州西部のものであることから何らかの形で製作技術が伝来したと推測されている。中期紅葉には昇降がつば部へ設けられるようになり、装飾文様が消失し上門や渦巻き分が一般的となる。中央高地では昇降やつば状を高し体が完全に消失し、両肩に 取っ手の付けられた広口壺型の両耳壺に統一されるが、関東地方では形式的な証拠が保持された。中期周期には有効壺付けであるが中高部のあるものや、深鉢で胴体が氷炭型にくびれたものが見られ、中高土器に至る。また、同じく中央高地に特有的に出土し際史的意味のあったと考えられている人面装飾不土器の特徴を兼ね備えた。 人面装飾不有効つばつけ土器も確認されている。有効つばつけ原家の使用目的には諸説ある。藤森栄一、武藤有六らは1963年に縄文時代中期にはすでに農耕が開始されていたとする縄文農耕論の立場から有効つばつけ土器は栽培を目的とした植物の種子を貯蔵するために使用したとする説を提唱した。 1970年に、武藤は縄文農耕説の立場に立ちつつも、有効つばつけ動機は、酒造具であるとする見解を示した。一方、貯蔵容器、酒造具であることを否定する説として、1964年に山内清が提唱した土星大古説がある。山内は、有効つばつけ瓦家に蛇カえるなどの動物文様や人体文様が施されている点から、 世界各地の民族事例に見られる土星大古との類似性を指摘し、将校に線をして、反膜を止めたいとして用いていたと推測している。1980年代には、長沢博政により、有効つばつけ河原家の体系的な研究が行われ、長沢は有効つばつけ河原家の変遷や出土状況から、酒造物質が妥当であると示した。長沢は、 有効つばつけ土器はやがて中高土器へ至っていることから、中高土器と同様に、有効燕つ瓦つ家の内部には液体が入れる用途であったと推定した。縄文時代の集落は、河川や沢、湧水池の周辺など水を確保できる環境に立地することが多いため、長沢は、有効つばつけ土器は、貯水目的ではなく、内容物は酒であると推定した。参考。 山武道長沢は、昇降部に破損例が少なく摩擦跡も見られず、太鼓として用いるための紐などを通す金箔口で、あったとは考えられないことを指摘した。また、上部には蓋をして密閉する一方で外気と接する昇降を設けているおり、特定住居士の住居内ピットから、埋蔵状態で出土する状況から、一定の保温が必要な作業に用いられるものと推定した。さらに、 有効つばつけ川原家の内部に黒色変化が見られ、内部には山葡萄の種子と思われる炭化物が発見された出土事例があることから、内容ものは酒である可能性が高く、有効つばつけ動器は酒造具として用いられ、証拠は発酵過程で生じたガスの排出口であると推定している。これに対し土星太鼓であるとする説は打楽器奏者の土取り。 年行や小林達夫らにより主張され、土取小林は長沢の変遷感を否定している。また、貯蔵具であるとする立場からは、餌かテルやの澱粉質食料貯蔵に使用したとする説がある。さらに、底部に焼け跡の痕跡がある、出土事例が見られることから、緊迫して、二滝に使用したとする懸垂者不使用具説もあるが、いずれも、証拠の破損例のないこと、 完全密閉容器ではない点から疑問視する指摘も見られる。手造具であるとする結論から、有効つばつけ動機は、縄文時代の祭りに関わる位置づけられ、西日本などに出土例がない理由は、伝統的な手造方法が確立されていたために、需要されなかったと説明されている。また、手造実験も行われ、縄文時代の手造についても考察もされている。 液化酒は主に山ぶどうや猿ナしの実などを使用し、土器内ですりつぶし野生酵度によって発酵させ、一週間程度で酒が得られ、現代のワイン醸造用ぶどうを使用したワインと比べれば、糖度やアルコール度も低い。藤森栄一、竹藤雄六、中期縄文土器の貯蔵形態、高古学手町201963年、竹藤雄六、有効つばつけ瓦わけの再検討。 八ヶ岳南六地方の基礎資料マイナス、品野品野史学会、1970年、山内清、縄文寺の製作と、用途、日本原始美術縄文式時、1964年、長沢博政、有効つばつけ河原家の研究、長野県康古学会誌1980年、ありがとうございます。